米だ米だ米だ一米だ。ナナコも見れます。なんかマイコさんとナナコはさ、こう一緒な感じのセンターの感じなの。がむしゃらに踊ってって言って、ニムラはさ別になんかそっちのタイプではないと思うんだって。なんかこうまた違ったさタイプだからさ、なんかそれはそれで全然ねありだと思うし、むしろいないでしょ他にできる人なんて思うけどね。そう本当ですか。うん、そでも実際さ、なんか言われた本人にしかわからない気持ちって絶対あると思うしさ、じゃ周りのメンバーからの目とかさ絶対あると思うんだって。そういうのってなんかどう思われてるんだろうとか、私でいいのかなとか絶対あると思う、自分にしかわからないのって。だから大変なんだろうなとは思うけどね、こう外の人間から見てると。やめてください。いやいやいや、でダイヤモンドホールがあって、ね、僕らの風が9日あって、はい、どうだった僕らの風も。僕らの風はすごく楽しかったです。おー、全部楽しいんですけど、うん、すごく楽しかったです。まあね、セットリスト一番最初っていうのもあったし、うん、みんな普通に気合入ってるじゃない、うん、いつも思うんですけど入ってるじゃないですか。すごく楽しかったです僕らの風。いやだしね、舞台監督さんにも、まあ、初めてというかね、そうですね、褒めていただけて。そうですね、もうダイヤモンドホールすごいボロクソ言われたんですけどそうです、ね、めっちゃボロクソ言われたんですけど本当に。そうですね、最初なんかトンカチとかも持ってたね、持ってたね、これでいいかって。そうそうそう次持ってたのドリルでしたから笑いながらこれでいいかって。ほんとボロクソ言われて不安だったんだけど、しかもね、こっちから聞くとかじゃなくて向こう側から言ってくれたから、監督さんの方からね、まあ、研究生もねよかったと思うよっていうのは初めてじゃないかなと思ったよ。ほんと、うん、言ってくれるのって。だからね、なおさら会いたかった公演言われないようにね、しないとやっぱり頑張りますよね、やんなきゃだよね、うん、あー緊張してきた緊張してきました ね、練習しないと。もうね、そんなのもあったりで、まあでもね、また、まあ、15人ね、まあメンバーね、席メンバー助けに来るのかとか、まあ内緒だから、まあお楽しみのしか言えないんですけど、まあでもできるならね、研究生だけで一回やってみたいなと、もう思う？どう？研究生だけで。前の研究生ですね。うん？普通に今の研究生のメンバーだけで、席メンの力借りないでやるっていう。やりたいですね。そうですね。でもやってみたいよね。普通に1回、うん、まあ、人数中途半端ですけど15人。そうそうそう、やってみたいよね、そこは。そう、ね、やっぱりやっぱまあいるのといないのって絶対違うと思うからさ、正規の人がいるのって、まあそこでねやってみたりとか、まああとはその実際じゃあセンターで立って出て、じゃあファンの人の反応とかはどうでしたか？その劇場の時ですか？そう、劇場の時、ダイヤモンドの時とか。握手会とか、そうですね、コメントとか。おめでとうって言ってくださる方が多かったですね。すごく嬉しかったです。で、劇場の、劇場じゃないや、おはよう、うわ、こいつトリオや。おはよう。おはよう。はい、大丈夫ですか？あ、大丈夫だよ。話をしてたら、こいつトリオが来たぞ。倒れるから。どうぞどうぞどうぞ。あ、若いなぁ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。うわぁ、何してんの？ピーチとい、み
にゴヤンもいる、一緒に撮影なんだと。ワートとの、ワートとる、わーゴヤン、ユーガスのわお疲れ、離れてきてるよ。え、もう知ってるよ、もう今日。あ、マイコ出る、もろ、え、マイコ出る、なんかまた来た、イエーイ。え、マイコ、イグだけいないの、イグいない、イグだけいない、イグ怖い怖い、イエーイ。初ググったしの、回ってきてないけど、なお回ってきてないですよ、私回ってきました、回ってきてない、あるあるある、あ、ないない、それはないわ、生活感たっぷりですね。あ、何の話題だっけ、知らないです。今、これ私が折った灰です。すいません、はい、え、じゃあ斉藤真彦のことは好きですか。はい、いいえじゃねえだろ。これそれ尺長くなってカオさんあげるのかわいそうになるから、ね、大丈夫だよね、切らなきゃいけない、バイバイ。結構切るんですか、ここ切るの、切るの、切るの、切るないよ。バイバイ、ありがとうございました。さようなら、紹介させられて、誰かに、あ、させられました、させられました、ね、そう、誰か、誰かしてもらえるように、あの、うち、あの、人脈広くないんで、何言ってないごめんなさい、わかる、わかる、一気に明るね、一気に人が来たら変なこと言わないでね、ちょっと、イエーイ、もうやめて、ほんと、あそこが危ない、ほんと、よし、何の話したっけ、びっくりだよ、の方そうそうそう、反応反響、反響、反響、最初にあの、なんていうんですか、なんだっけ、嘆きのフィギュアでポチャンポチャンって明かりがついてるじゃないですか、ゾワゾワっとしましたよね。あー、そうなんだ、一発目だよね、当たるの、そうです、うん、あー、すごい、ゾワゾワ、あー、あるかみたいな感じだった、それ、やばい、わかんなかったのか、名前呼ばれなかったです、そっか、わかんなかった、みつきだけ、結構、あ、わかるから、ね、いつものポジションだから、映りますか、ね、いつもいますよね、結構、結構結構立ち会いますよね、もうやらみです、今久美さんね、結構立ち会うっていう、いつも、はい、もうないの、はい、すがちゃん、あんた、はい、私に期待して、すごいです、よし、それで、いらない、ほんとに、え、かおりさん、いらないから、ほんと、今ここでは SK のメンバーが着替えています。え、かおりちゃん、はい、はい、いや、もういらない、それで、そうですね、ちょっと怖かったです、最初は、あー、やばい、やばいかな、どうしようみたいな、でね、そんな終わってからもおめでとうって言ってもらったりとか、そう、あとは何言われたですか、喜んでくれたでも、みんな、はい、あの人は、びっくりしたよとか、バイバイ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、え、それが負担になったりは大丈夫ない、プレッシャーに、そう、するれしゃー、あ、寒いかなと見えばいい、大丈夫、大丈夫、気にしない、そういうのはなかった、そうですね、そうですね、頑張ってねって言われたのは嬉しかったです、あ、頑張ってねって言われたから、じゃあもっと頑張ろうかなっていう風になったかな、おお、それもね、あんまり、みーちゃんで撮るよ、ほら、見て見て見て見た見た見た、めっちゃ綺麗ですよ、うるさい、あの人たち、ほんとに絶対忘れ、真面目な話をしてたの、みーちゃんの動画、まあね、というわけで、まあ最後がですね、 SKE を卒業した後になりたい目標などはありますかということで、そうですね、雑誌の仕事が楽しいです、おお、グラビアというか、何て言えばいいの、まだ写真か、雑誌の仕事っていうのはしちゃったりもね、そうですね、やってみたいのもありますけどね、どうなんですか、はい、そうですね、あとはファッション誌に載ってみたいです、おお、好きなんですよ、ファッション雑誌載ってみたいんです、あ、じゃあ何、そっちの仕事にこうモデルさんというか、なんて言えばいいのかな、その雑誌のお仕事
味があります。おあとは今までやってて楽しかったのとかはある？お仕事、ラジオとか。ラジオ楽しいですね。おー、そうなんだね。最初全然喋れなかったんですけど、最近出させてもらったラジオスプラッシュさん、ラジオスプラッシュさん、はい、うん、のクロちゃんさんに、うん、うまいねって言われて、おお、え、本当ですかみたいな、うん、すごい嬉しかったです。じゃあそっちの喋る方も喋、はい、れるようになりたいですね。もっと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 突っ込めるようになりたいです。突っ込めるよね。ボケもしたいですけど、うん、ボケもしたいわかんないですけど、ニエラどっちなんだろうね。本当だ。実際コキって突っ込むのはあんまり謎だよね。どうなん、ボケるのもあんまりないです。まあ、トーク上手くなりたいと。そうですね。なんかノリのよくテンポのいい喋りができるようになりたい。おお、なるほど。いやいやいや、ありがとうございました。長々と。まあね、以上になるんですけど。ありがとうございます。なんか最後にファンの方に、見てる方に一言あれば。一言。はい。何でも。じゃあよろしくお願いしますとか、これは何でもいいから、なんかあればお願いします。そうですね。なんでもなんでもいいよ、全然本当なんでもいいよ。何かあればどうぞどうぞ。私のグーナス見てください。二村遥香ちゃんの、はい、よければ、うん、コメントしてください。はい、でもいっぱい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 、こういうのはなんかあまりなんで恥ずかしくなる。言えないの。わかんないです。なんで言えないの。いやいやいや、そうですね、うん、ぜひ、うん、劇場立ったら見てもらいたいし、はい、うん、なんだろう、はい、なんだろう、なんだろう、なに、なんでもいいよ、もう好きなように。どうぞどうぞ。じゃあググタス見てください。はい、ググタスミンの皆さん、ググタス見てください。面白くないかもしれないけど、三村のググタス、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、そんなわけでですね、まあ、先週の一応なるみちゃんから紹介してもらったんですけど、はい、今週じゃない、来週のゲストを教えてください。お願いします。この顔です。じゃじゃん。マイコマイコマイコ、ナオじゃない、ナオだ。もうナオだってまだ一回も出てないもん。じゃじゃーん、これナオちゃん絶対違うね、髪型的にね。初期のナオかもしれない。いや、マイコさんでもないで。わかんない、わかんない、こいつは言ってない、わかんない。え、わかりますか。誰誰、わかんない。違うの、誰誰、ミツキじゃないです。ええナナコもう出たよ。知らねえ。なるなるなる、なるちゃんもう出たよ。あ、誰、あ、わかった。アリサ、違うよ。うんって言ってる。アリサじゃないよね。違います。はい、誰でしょうか。誰誰でしょうか。メンバーがみんな分からなかったんですが、この子の人、どんな感じですか。どんな子ですか。すごい笑顔が、うん、かわいいです。お、なるほど。笑顔がすごくかわいくて、うん、そうです。同い年なん、言っちゃった。あ、いいよいいよ。同い年で、少し仲良くさせてもらってて。誰だろう、誰でしょう。少し少しいや、仲良くさせてもらってます。まあそんなね、はい、次は来週この方とお話ししたいと思いまーす。という感じでですね、今週は一応まるみちゃんからの紹介で、研究生の二村遥香ちゃんでした。じゃあ最後にもう一回、最後にもう一回自己紹介をして終わりだと思います。はい。